はい、匠ソフトです。父、読語館をしてまいります。2019年11月号、特集、語らざれば憂いなきに似たり。今回の箇所は第23回忘れぬ人忘れぬ言葉ということで、作家五木寛之さんの箇所からです。タイトルが、はい、では一緒に写真を撮りましょう。長嶋茂雄さんの言葉ですね。ここから私すごく思ったことですね。英雄っていうのは英雄たる行動を何気なく取るんだなっていうことを感じます。長嶋さんクラスの人になるとね、まあね、五木寛之さんクラスの人もそうですけどね、こういうすごい人たちのクラスになるとやもうね全然違うんだなって、ただ英雄として振る舞える、自然に振る舞えるようなきちんとこの器になってますよね。それがやっぱり英雄の人の特徴なのかなっていうふうに感じます。私小学校の4年生だったと思うんですけど、その4年生頃に旭川のスタリン球場に日本ハム対ヤクルトというね、イースタンリーグ2軍選手ですねが来た時がありました。で、生まれて初めて見るプロ野球の選手だったんです。で、ものすごく嬉しくてね、私友達と2人でね見に行きました。で、何を勘違いしたんだか何を間違ったかわからないんですけど、多分なんですけど、日本ハムがのファンの人がいっぱいいる中に私たちいたんですね、子供2人で、2人ともヤクルトの帽子をかぶってヤクルトの選手を応援してたような記憶がありまして、それはいいんですけど、試合終わってからね、選手がこうバスに乗り込むんですよ。そこでね、当時のスタリヒン球場っていうのはもう今のような照明設備もなければスタンドも立派ではなかったです。本当にボロボロの球場で、もう選手が出てくるのも全部見えるような状態だったんですよ、ね、そこら辺のもう高校のグラウンドみたいなもんですよ。だからもう子供たち、ね、みんな集まってね、サイン欲しいし握手して欲しいしカメラ撮りたいしっていうね、もうね雨土砂降りになっちゃったんですけど、その中ねこういたんですけど、あるヤクルトの選手がね、プロの選手らしいやっぱりきちんと対応してくださったんですよね。私がカメラを向けたらね、きちんとポーズ取ってくれるんですよ。ああ、やっぱりこういう方々ってファンサービスいっぱいしてくれるんだなっていうかね、すごいねありがたかったですね。で、何回も何回もカメラ向けたらね、何回も何回もね、こうねかっこいい姿を見せてくれた、そんなね思い出がありました。やっぱり、プロの選手は自分がプロだっていう認識でその球場に来られて、不安の人のために、心を砕いてるんだなっていうことを今更ながらに思いましたね。やはりね、そうなるべくして、なった方、いろんな努力や苦労もありながらそこにたどり着いた方々っていうのはね、応援してくれる一人一人を大事に思うっていうのはやっぱり必然なのかなっていうことをちょっと感じました。長嶋さんをしてもね、最後にでは一緒に写真をって言って、写真を撮られるっていうね、その一言その一つの行動っていうのが人の心を変えますよね。私も仕事をする中でそのような一言だったりそのようないわゆる思いやりだったりっていうのを持ちながら仕事に歩めればなというふうに思わされました。はい、今日はそんなことで、野球の話を少ししてしまいましたが、皆さんはいかがでしょうか。それではまたお会いしましょう。